大谷選手はここまでピッチャーとして9勝2敗、バッターとしてはホームラン44本を打っていて、日本時間の20日午前5時過ぎから本拠地アナハイムで行われるアスレティックス戦で勝ち投手になれば野球の神様と言われるベイブ・ルース以来、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁ホームランを達成します。選手は 当初予定されていた18日の試合の先発投板を右腕の張りのため回避していましたが、18日ブルペンで32球を投げて状態を見た結果、急遽20日の投板が決まりました。19日の試合前にはキャッチボールで調整したほか、室内のバッティングケージに入って不調に苦しんでいるバッティングの練習も30分ほど行っていました。大 アスレティックス戦では今シーズン2試合に登板して0勝1敗ですが、いずれも相手の本拠地でのマウンドで、エンジェルスの本拠地で対戦するのは今シーズン初めてです。大矢選手は今シーズン、本拠地のマウンドでは6勝0敗、防御率1.99と好成績を残していて、中8日の登板で大リーグの歴史に残る快挙に挑みます。 NHK では20日の試合の模様を午前5時から BS1 で中継でお伝えしますマッドン監督、投打で出場させるつもりエンジェルスのマッドン監督は試合前の会見で翌日に先発登板する大谷選手について現段階では投打で出場させるつもりだ 昨日の練習でも非常に良かったので、明日は特に制限をかけるつもりはないと話し、球数などを制限せずに登板させる考えを示しました。また、右腕の張りの状態については、今回、大谷は、ソアーだと言ったが、それはそこまで悪い状態ではない。パイン、なら悪い状態。今回は、ソアーだったので登板を飛ばして様子を見ることにした、と説明していました。 大谷選手は大リーグ4年目の今年、し、投打の二刀流でほぼ休みなくフル回転で出場を続けて、2桁勝利、2桁ホームラン、の快挙まであと1勝に迫っています。バッティングでは、開幕2戦目のホワイトソックス戦で今シーズン1号を打つなど、4月だけで8本を打って、早くも5月6日のレイズ戦で2シーズンぶりの2桁ホームランを達成しました。 その後もホームランを量産して前半戦だけで33本まで伸ばし日本選手のシーズン最多記録を更新する快進撃を見せましたオールスターゲーム後の後半戦はペースに陰りが出てきていますがここまで44本と日本選手初のホームラン王を狙える位置につけています一方ピッチャーとしての初勝利は 今シーズン3回目の登板だった4月26日のレンジャーズ戦で右ひじを手術する前の2018年5月以来およそ3年ぶりに勝ち投手となりましたこの試合ではベイブ・ルース以来100年ぶりにホームラン数トップの選手が先発登板し話題となりました その後は、後投してもリリーフ陣が打たれる試合が続くなどしてなかなか勝ちがつかず、前半戦は13試合に登板して4勝1敗で折り返しました。後半戦に入ってからは長いイニングを投げる機会が増えて勝ちを重ね、先月18日のタイガース戦では自己最長の8回を投げて8勝目を挙げました。そして、 今月3日のレンジャーズ戦で自己最多となる117球の力投で7回を2失点に抑えて自身8連勝で9勝目を挙げ大リーグで自身初の2桁勝利に王手をかけました1918年当時レッドソックスに所属していたベイブルースは主にピッチャーとしてプレーし20試合に登板して13勝7敗防御率2.22の成績をマークしました当時は指名打者制がなかったため 当番日以外は休養しながら外野やファーストなどで出場し、バッターとしては打率3割、ホームラン11本、61打点で初めてホームラン王のタイトルを獲得しました。この年は第1次世界大戦の影響でレギュラーシーズンが9月1日に打ち切られ、レッドソックスが行ったのは126試合、このウチルースが出場したのは95試合で、現在の162試合制よりも少ない中での達成でした。 ルースは1919 19年にも当時のホームラン記録を大幅に更新する29本を打ちましたがピッチャーとしては9勝で2年連続の2桁勝利2桁ホームランは逃しています1920年にヤンキースに移籍してからはほぼバッターに専念し1935年に引退するまでに当時の大リーグ記録の通算714本までホームランを積み重ねました チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマよろしくお願いいたします